番身近なメルセデス、シュテルン、世田谷、チャンネルです。今回は最優秀販売店賞に2年連続で輝いた江南台店からお送りしていきます。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、本日のテーマは、ピックアップディスプレイです。使い方の解説、そして検証をお送りしたいと思います。それではまず、ピックアップディスプレイってどういう機能なんですか？はい。ヘッドアップディスプレイなんですけれども、はい、運転席の正面のフロントガラスですね。こちらに、この正面のコックピットディスプレイに映し出している、まあ、情報の一部を投影してこう見ることができる機能になっております。はい、まあ、ドライバーの方はこう運転中目線を下げることなくこう情報を得ていただけるので、まあ、安全面に関しても大変利点のある、そういった機能になっております。ご自身の車にヘッドアップディスプレイがついているかっていう見分け方あったりしますか？一番わかりやすいのがこの正面ですね。くぼみがありまして、ここから投影しておりますので、うん、そういったところを確認いただいて、ついていらっしゃる場合は、本日ご案内させていただくような、映し出す情報を変えたりだとか、そういったこともできますので、ぜひお試しいただければと思います。ありがとうございます。では、最初に新型 E クラスですね。こちらのお車で、ご案内をさせていただきます。ヘッドアップディスプレイ自体の機能のオンオフですね。まず設定方法なんですけれども、ステアリングの右上の上段部分ですね。こちらのボタンで操作をいたします。まず、ウォッチマークを押していただくと、正面の画面このように切り替わりまして、今こちらがこの画面に映し出す内容のメニュー画面になっております。ヘッドアップディスプレイの場合は一つ上の段が設定画面になりますので、この状態で一つ上に進みます。で、一番右ですね。こちら HUD というところ、ここでオンオフが可能になっております。と、一つ、一番右から二番目ですね。設定の画面、こちら押していただくと、ここで高さと明るさの調節が可能です。上下が高さ、で、左右が明るさ、両方マックス5段階まで行くことができます。お隣、次に表示方法ですね。全部で3つございまして、スタンダード、スポーティー、ミニマル。この3つございます。まず、スタンダード、今設定させていただいたんですけれども、小さなマークが4つ出てまいります。左から制限速度。と、左から2番目が追従機能に関するマーク。そのお隣が実際に走っていただいている速度ですね。走った後に表示されます。一番右なんですけれども、追従機能を使っていただいているときは、ステアリングのアシストが効きますので、そちらが起動しているときは緑色に光るようになっております。で、今、スタンダードだったんですけれども、スポーティーに切り替えますと、先ほどの4つのマークの上に、こう回転数だったりの情報も表示されるようになっております。最後、ミニマルですね。こちらは最小限の情報、まあ速度ですね。こういったものだけの投影になっております。では、GLB のお車でご案内させていただきます。オンオフの設定なんですけれども、ステアリングの右上上段部分のボタンで行います。ウォッチマークを押していただいて、正面にコックピットディスプレイに表示させる、また内容が出てまいります。でこちらの上ですね、ディスプレイというような小さな文字が出てますので、そこまで上に上げていただいて、押していただきます。そうすると、ヘッドアップディスプレイがこう出てくるようなイメージになります。一番右なんですけれども、このように歯車マークに焦点合わせていただいて、押していただくと、明るさと高さの調節が可能です。こちら上下でですね、高さの調節。と左右で明るさの調節が可能です。こちらも同じく5段階まで設定が可能です。一つ左に動かすと、3つある四角の中の一番右側部分ですね、光るようになっております。この状態で縦に動かしていただくと、表示させる内容を選択可能です。表示させないだとか、そういったカスタマイズも可能です。次一つ左に動かしていただいて真ん中ですね。こちら縦に動かしていただくと、まあ、走行いただいている速度であったり、追従機能を使っていただくと、先ほどの E クラス同様に追従機能のマークである。その時に発動、作動するステアリングアシストのマークだとかも出るようになる。一番左ですね。こちらの画面でも縦に動かすことで、表示させる内容を選択が可能です。
番左ですね。こちら電源マークを押していただいて、ヘッドアップディスプレイオフになります。で、ヘッドアップディスプレイのオンオフの機能な操作なんですけれども、こちら側のディスプレイボタンでも可能になっております。こちらの正面の画面の設定ボタンを入っていただくか、こちらのお車マークのボタンを押していただくと、正面の画面、ショートカットというところに HUD、ヘッドアップディスプレイの項目がございます。こちら、オンにしていただいたり、オフにしていただいたりできますので、こちらで一発でオンオフの設定も可能です。どちらでも大丈夫です。はい。はい。それではヘッドアップディスプレイ試乗をスタートしました。はい。先ほどご説明いただいた内容を踏まえて、今ちょっといろいろカスタマイズをしてみたんですが、はい、まず高さと明るさについてなんですけれども、高さはフロントガラスの縦幅を1だとすると、下3分の1ぐらいにあるとちょうどいいかなっていうふうに思ってます。で、明るさは標準のところからプラス2くらいの明るさがすごく見やすいです。今のくらいの明るさだと、はい、結構明るくしていただいてもいいかと思うんですけれども、はい、夜とかだと逆にちょっと眩しいようなお客様もいらっしゃるので、うん、まあ、夜走行するときは少しちょっと明るさを下げるだったりだとか、そういうふうにカスタマイズもしていただければと思います。ネギシさん、先ほど3つのモードご説明いただいたんですけれども、はいはい、ネギシさん的にはどれが一番おすすめですか？私は結構スタンダードでいつも使っているので、はい、結構皆様スタンダード、まあ、情報量も多すぎず少なすぎず、うん、必要なものが出ているので一番一般的というか、うん、この車の際だったりも一番最初に設定でご案内しています。はい、メルセデス、メルセデスベンツ港南台まで案内、ありがとうございます。はい、でナビ設定をすると、はい、今2種類の表示が出てまして、はい、今いる現在位置っていうものと、はい、右左折の指示の2種類の表示が出てきてます、はいはい、私今走り出してから1回もこのメインのナビには目を向けていないんですけれども、はい、それくらいヘッドアップディスプレイの情報だけで走行すること、目的地に行くっていうことができるかなと個人的に思います。フルカープレイ繋いでみますか？あ、お願いします、はい、Google マップ今繋いでいただいたんですけれども、はい、地図表示はヘッドアップディスプレイには出てきてないですね。アップルの純正ナビ、はい、今ナビをセットしたんですけれども、はい、ヘッドアップディスプレイいかがですか？連動されてます？連動してますね。今右側に次にどちらへ進むっていう、はい、その指示表示が出てきました。お車のモデルだったり認識によっても連動するしないっていうのがあるので、はい、そこだけご了承いただければと思います。ちょっと質問があるんですけれども、はいはい、音声認識機能でヘッドアップディスプレイの調節とかってできたりするんですか？はいはい、可能になります。ステアリングの喋るボタンか、はい、もしくはハイメルセデスのどちらか言っていただくと、音声認識でこう操作だったりができるんですけれども、はい、運転席側の方が、お話しされて指示を出すと、はい、オンオフの設定だったりが可能になります。ただ、私だったり、助手席の方がお話しされても、運転席側の方がお話しくださいというような文言が出てしまいますので、ぜひ。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとやってみます。はい。はい、メルセデス。ヘッドアップディスプレイをオンにして。お、出てきました。出てきました。じゃあちょっと明るさの調節とかもできるんですかね。はい、メルセデス。ヘッドアップディスプレイの位置を上にして。この機能は音声で操作できません。なるほど。オン、オフの調節だけです。オンオフだけであれば、はい、はい、運転席から声で設定ができるということですね。はい、ありがとうございます。カスタマイズの方法って私知らなかったので、はい、明るさだったり高さを調節することによってこんなに見え方変わるんだっていうのがすごい体感で分かりましたね。お客様によっても、はい、この小柄な方だとか、うん、それこそ背の高い方とかだと最初はちょっと見にくいかと思うので、うん、そういったのも結構細かく微調整ができたかと思うので、うん、ご自身で見やすい位置に調節いただけますので、調節方法が分かるだけでだいぶ使い勝手も上がるので、はい、皆様にぜひお試しいただきたいなと思いました。お願いいたします。ありがとうございました。はい、本日はヘッドアップディスプレイについてご紹介をしてまいりました。はい、今回新型の E クラスと GLB のお車でご紹介させていただいたんですけれども、お客様のお車にもモデルだったりだとか、うん、認識によって多少こう操作方法だったり
この表示の中身が異なる場合がありますので、まあ、例として今回ご紹介させていただきましたので、ご自身のお車でもし同じであればもちろん参考にしていただければと思いますし、もし違う場合もセットアップディスプレイの機能がついているお車ですと、大体同じような操作方法で選択できたりしますので、ちょっとお時間あるときに見ていただければと思います。わからないところがあったら、聞きに来てもいいですか？もちろんです。お待ちしております。ありがとうございます。そうしましたら、ぜひ根岸さんに、はい、皆様、聞きにいらしてください。江南台店でお待ちしております。はい、お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちら。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。江南台でお待ちしております。